にわ男子人気の理由8選。キラキラした王道アイドル。ジャニーズ事務所内でのグループの個性も多様化し、正統派は少なくなってきている中、なにわ男子は揺るぎない正統派アイドルとして世の中にデビューしました。キラキラの王子様のような衣装に、振り付けも王子様のごとく手を差し出したり、ハートを描いてみたりと、アイドル感たっぷりで笑顔が眩しいメンバーたち。アイドル戦国時代に突入し、世の中にアイドルがあふれ多様化していく業界の中で、あえて王道ど真ん中を貫いているなにわ男子のパフォーマンスは見ていて清々しいです。見ている人には新鮮に映り、気になりだしたらあっという間にファンになっていたという方も多いでしょう。ビジュアルメンバーが多く、メンバーの顔がいいため推しを決めきれずにまるっと箱推しをするファンもいます。2023年5月現在のファミリークラブ会員数は64万人を突破し、すっかり人気グループになったことを考えると、なにわ男子のグループとしての需要と供給はファンにぴったりハマっていると考えられますね。ピュアでうぶな一面。なにわ男子のデビューシングルのタイトルはうぶラブ。 YouTube の動画は2023年5月時点で8100万回再生を超えており、投稿から1年半が経つ今でも再生回数をどんどん伸ばしています。ピンクの衣装をまとったどこか儚げで透明感いっぱいのメンバーはピュアそのもので、コメントには可愛いとコメントが溢れています。平均年齢がデビュー組のグループの中では低く、男子校を思わせるような爽やかでピュアな言動や行動も多く、性格まで可愛いと見ていて癒される人もいるそう。なにわ男子の元気の良さは圧倒的で、テレビでのパフォーマンスはとにかく画面から伝わってくる圧が強いのが特徴。これこそ若さがなせる技というものなのでしょう。メンバーが若いため、必然的に中高生などの若い層から支持される要素はもちろんありますが、メンバー内での可愛いのあり方にも変化があるため、どの層にも刺さるメンバーがいることが強み。可愛いは正義という日本独特の文化をひしひしと感じさせてくれるアイコンのような存在としても注目を集め、海外からの反応も急増しています。バラエティ能力が高い。キラキラアイドルのなにわ男子ですが、関西ジャニーズジュニア出身ということもあり、バラエティ番組での対応能力も抜群です。デビュー前から関西のローカル番組などに出演し、バラエティのいろはを吸収してきたメンバーは全国区の番組でも物おじせず立ち回り、その面白さに驚く人が多発。アイドルなのに NG が少なく、体を張るロケでも常に全力で取り組む姿に元気をもらったファンも多いのではないでしょうか。公式 YouTube も大人気で、登録者数は173万人を超えています。メンバー同士のやりとりもテンポが良く、全員で笑いを生み出す流れが秀逸です。テレビ番組のように MC や芸人さんがいなくとも、自分たちだけで場を回して盛り上がりやオチを作るバラエティスキルの高さは若手アイドルの域を超えます。有名 VTuber ヒカキンさんともコラボを果たし、YouTuber からも受け入れられている様子。メンバーを見ていると、つい自分も笑顔になってしまうファンが急増中です。パフォーマンス能力が高い。ジュニア時代の人気オリジナル曲ダイヤモンドスマイルは圧倒的王道アイドルソングでありつつ、どこか古き良きジャニーズ感も含む楽曲。キラキライメージをそのままに、ウブラブで世間に胸キュン旋風を巻き起こしてデビューしました。このままアイドル路線を突き進むのかと思えば、セカンドシングルの The Answer では笑顔を封印し、クールなダンスで新たなイメージとのギャップでファンを魅了しています。もちろん関西色満載の関西アイランドを歌って場を盛り上げるのも彼らの得意分野で、ジャニーズ伝統のトンチキソングもお手のものです。パフォーマンスの時もオーラがキラキラしているとファンの声がありますが、キラキラしたアイドルが様々な表現で見せる振り幅の広さは癖になりますね。
表現力に合わせてダンスや歌唱にしても得意メンバーを中心にめきめきと実力を伸ばしているメンバー。技術を身につける工程を見守ることができるのも今のなにわ男子を応援するファンの特権です。今っぽい個性的なメンバー、バラエティ、演技の第一線で活動するメンバーが複数いることに加えて、趣味や特技の野球、メンズメイク、おしゃれ、ダンスを仕事につなげるメンバーもいるのがなにわ男子。デビューからの月日は浅いですが、得意分野で力を発揮し輝くメンバーの個性はそれぞれが多彩な上に努力を重ねた結果であることは想像にたやすいです。ジュニア時代には藤原さんと大橋さんがバーチャルアイドルカイドウ、アスカ、イチゴやカナダとしてアスカナの活動をスタートさせ VTuber デビュー。ジャニーズファン以外にも VTuber のようなことをやっているジャニーズがいるらしいと認識され話題となりました。時代に合った個性が光るのもなにわ男子の特徴で、ジャニーズの伝統を引き継ぎつつ新しい切り口で見せてくれるメンバーから目が離せませんよ。メンバー仲がいい。フレッシュな魅力でいっぱいのなにわ男子ですが、想像以上に入所歴が長いメンバーも少なくありません。藤原さんは17年9ヶ月を関西ジャニーズジュニアとして過ごし最長記録を持っています。大橋さんは12年、西畑さんは10年、大西さんは9年と多くの時間をジュニア活動に当ててきました。下積み時代での経験や絆が要所に垣間見えるのも魅力の一つです。グループ結成後には西畑さんが敬語禁止令を出し、メンバー間の距離が縮まりました。長いジュニア活動はMC にもパフォーマンスにも安定感があるゆえんでもあり、年下組となる高橋さん、道枝さん、長尾さんに時に優しく時に厳しく接する先輩メンバーの姿も関西のファミリー感を感じると好むファンが多くいます。素直に吸収しめきめきとアイドル指数を伸ばしてきている3人と、それを喜ぶお兄ちゃんたち、安心して見られるフレッシュ感こそなにわ男子の強みなのかもしれないですね。ファン差がいい。コンサートに訪れたなにわ男子のファンが揃えて口にするのがファン差がいいということ。2023年4月には、昨年2022年に行われたコンサート、なにわ男子デビューツアー2022ファーストラブの DVD が発売され、長尾さんのファン差が話題に。俺のこと好き？とファンに問いかける姿が注目を集めました。コンサートに訪れるとテレビなどのメディアのイメージそのまま、またはそれ以上のキラキラオーラに圧倒されてしまうファンが後を絶ちません。同じ空間でパフォーマンスを見られるだけでも幸せなのに、ファンサービスまでしてくれるメンバーのサービス精神はファンにとっては嬉しい限りです。一人一人丁寧にファン差をするメンバーや、より多くのファンに平等にファン差をするメンバーもいて、それぞれの思いのもとでファンを大切にしているようです。しかしなりふり構わずファン差をしているわけではなく、マナーが悪いファンは干されているという声も聞こえていて、メンバーもしっかりファンを見極めて楽しんでもらう工夫をしているようですよ。大倉忠義のプロデュース力。なにわ男子結成からグループをプロデュースした大倉さんの存在はやはり大きいでしょう。ジャニーズの現役アイドルがグループのプロデューサーを務めることは珍しく、注目も集めました。ライブの演出やリハーサルのチェックを行い、デビューシングルではレコーディングに立ち会うなど、アイドルとしての作法を時に優しく時に厳しく伝える姿が Amazon プライムなにわ男子デビューまで1100日の奇跡ナチュラルやテレビライドオンタイムで明らかになっています。なにわ男子のコンサートでは連日大倉さんの目撃情報がファンからも飛び交いました。大倉さんはなにわ男子について、年齢的にも旬っぽさを感じる、これからのジャニーズの同世代を背負っていくグループになってほしいと期待いっぱい。メンバーと大倉さんは
プライベートでも交流があるそうで、仲睦まじいエピソードもたびたび披露されます。関西ジャニーズの団結がグループ全体の雰囲気にもいい影響を与えていることは明らかです。今回はなにわ男子人気の理由8選を紹介しました。今後もジャニーズに関する動画を上げていきますので、高評価、コメントよろしくお願いします。